100キロ行軍の開始1時間前、2人の新人機動救難士は揃って爆食いしていました。まさにこの後100キロ行軍に挑戦する米子市出身の梶谷浩二さん27歳と、福井県高浜市出身の吉岡貴樹さん29歳です。カップ焼きそば2つに中華丼、さらにコロッケとエナジードリンク。2人はすでに昼食を済ませているということですが、一体なぜ？先輩からの差し入れなのでありがたくいただきます。先輩からの差し入れといえど、一見暴飲暴食しすぎではと心配にもなりますが、見事な食べっぷりです。走ってると勝手に消えていくと思うんで、今のうちにいつ次食べれるかわからないので、しっかり蓄えてみます。終始リラックスした様子の2人。3キロ以内と決められた荷物には、水を入れるボトルやエネルギー源、防寒着、ライトなどを準備しました。まあ、今まで走ったことない距離なので、不安はあるんですけど、もう絶対ゴールしてやるぞっていう気持ちは持ってますので。走ることに対しては、ちょっと苦手意識あるんで、一生に一度しかない100キロっていうのを時間は大切にして走り切りたいなと思っています。ごちそうさまでした。結局スタート15分前のギリギリまで食べ続けた2人。そして午後3時、スタート行きます。2人の挑戦がスタートしました。100キロ行軍では美保航空基地を発着点とした宍道湖を一周する100キロのコースを24時間以内に走破しなければなりません。機動救難士は潜水士から選抜される人命救助のスペシャリストで、全国にわずか90人。2人は機動救難士として今年4月に海上保安庁美保航空基地に着任し、出動隊員に向けて日々厳しい訓練を重ねています。100キロ行軍はその訓練の一環として行われ、海難現場で必要とされる精神力及び体力を鍛錬します。この日、日が暮れても2人は走り続けました。スピードが落ちても決して足を止めることなく、前へ前へと進みます。頑張れ、よっしゃ、行け行け、元気出して。そして頑張れ、ラスト、行け行け行け、タッチ、ありがとうございました。まだ日が昇る前、米子市出身の梶谷さんがゴール。スタートから2時間後には食べ過ぎの影響で吐き気を催す事態もありましたが、14時間57分という好タイムです。50キロ過ぎたあたりから急にどっと疲れがきて心折れそうになったんですけど、気持ちで最後はゴールできました。このゴール誰に届けたいですか？妻に届けます。そしてその4時間後、ありがとうございました。19時間14分で吉岡さんもゴール。見事2人揃って訓練を達成しました。自分に、まあ、いけるとか言い聞かしながらの100キロでしたね。無事に100キロ終了してよかったなっていうのが一番です。100キロ行軍は無事終えましたが、2人の訓練はまだ終わっていません。人を救助したくて、まあ、潜水士になって、その、まあ、航空救難に特化した機動救難士 に今慣れているので、この後まだ難しい訓練と続くと思うんですけど、頑張っていって、オレンジ服をもらって出動隊員になっていきたいと思います。今後実動で実海難があった時っていうのは、もっとしんどい状況とかもあるのではないかなと思うので、この経験を生かして要救助者に優しく、いい救助ができる救助隊員になりたいと思います。
一人前の証であるオレンジ服と呼ばれる機動救難服の獲得を目指し、厳しい訓練が続きます。